うん、すごい本当。寝れる。確かに。ダイブしてみて。痛くない。痛くない。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、去年あのお隣さんにヤギ用の藁をいただいたんですけども、今年もあのいただけるということで、ありがたいです、ね。はい、ありがたいです本当に。なので、藁をね、ちょっとお隣さんの方からあのいただきにまた行きたいと思います。はい、前回ね、そこの桑の木の横に置いちゃってたから、結構下のがもう後々結構もう土とかしちゃったり、うん、そうあれだったから、まあ、今回はしっかり、まあ、傾斜にしっかりしまって、まあ、保管しようかなと思います。はい、じゃあ早速ですが藁をいただきに行きましょう。はい、はい、はい、こちらの藁をいただけるということなのでね、早速運んでいきたいと思います。うわー、綺麗な藁。じゃあどんどん運んでいく。放り投げてきたらここで。パワーをつけて、こっちまで投げろ。あ、そっち了解。軽トラまで直接投げるんだ。おお。俺が投げたら、兄に当てそうで怖いんだよな。投げる。切れた。バラバラだった。いきます。いけ。おお。本当すごい山だね。うん。すごい本当。寝れる。確かに。ダイブしてみて。痛くない。こんにちは。痛くない。全然気持ちがいいよ。重い。おお。ちぎれてた。たまにちぎれたやつがある。ある。それはなんか相当そうだね。これは持つときに紐がちぎれちゃったため。ちょっと低くなったからあれか、衝撃が来るか。よいしょ。あといくつだ。あと5、4。
欲張るから行けると思ったんだけど。あ、落ちそうだ、どんどん落ちそうだ。あ、それだけ転がしてで、これを普通に運ぶ。ほんとすごい量いただけたな。うん、ありがたい。軽トラの荷台いっぱいいっぱいの。軽トラに詰め終わりましたので、軽車に、そうだね、ここから軽車に運んでいきましょう。もしかしたらドバーっと来る可能性が。確かに。おお、運んでいきますか。運んでいきましょう。やばい、流れになる。じゃあ、よし、一輪車。一輪車？猫。これあれじゃないの？ジムニーじゃない？そうだ。ジムニーだった。そこは間違えた。やばい。本当にやばい。それは、それは持ってったほうがいいじゃないの。バラだ。ああ、そうかそうか、バラ。すごい、落ちる。落としたい。ちょっと欲張りじゃんこれ。いけるような気がするけどね、このわらなら。もう行った方がいいんじゃない？もうちょっとさすがにこれ以上はもう欲張りなんじゃない。思った以上にもうちぎれたのは全部いけるかなと思ったけど、思った以上にちぎれちゃってたね、中で。まあまあ、日本一のランクル乗りと呼ばれた男。ジムニーじゃないのそれ。日本一のジムニーと呼ばれた男ですから。あ、これ落ちるよ、1個。あ、落ちた。
全部いけた。あれで終わりかな。すげえ、なんかしっかり保管されてる感じが ねなんか本当にああいう動物飼ってる、うん、ああいう牧場とかのあの小屋って感じになってきて、そう、ね、去年いただいた時はまだ傾斜がここまで片付いてなかったから、うん、それで あそこに置いちゃったんです、クワンとか、うん、まあ、今こうして綺麗にね、うん、置けたんで、ここならまあ大丈夫だよね、さすがに雨も、うん、雪はまあもうちょっと先だけど大丈夫だよね、当たらんよね、大丈夫でしょう。また冬自宅の時にヤギの小屋に引いてあげよう、うん、そうだね。じゃあ無事運べたのでね、うん、はい、じゃあ今日はこれで帰りたいと思います。またそういうことさっき言ったように冬自宅の時に床小屋にしっかり引いてあげたいと思うのでね、まず敷いてあげようと思う、今何小屋って言ったね、え何小屋って言ったら今、え何小屋って言った、え、俺焼き小屋って言わなかった、床小屋っつっとったちょっと、あれだね、暑さで暑くねえよ、猫小屋じゃない、ヤギ小屋、ヤギ小屋にね、しっかり敷いていきたいと思いますので、はい、そんな感じです。じゃあ帰ります、お疲れ様でした、お疲れ様でした、何床小屋って。